皆さんこんにちは、浅木駅です。本日はすごい天候に恵まれない日となりましたが、今いる場所はこの朝霧と書かれている場所、ここから今回は土山駅、これが明石市の中ですね。明石市の中の JR の駅にちゃんと水売りが売っているという情報がありましたので、その水売りがあるかどうかを確かめるべくやってきましたが、ご覧の通り水売りはありませんでした。ということで朝霧駅にもこのクリコというね、 JR 西日本のあのやつがあるんですけど、これがあるかもしれないので向こう側見てみましょう。あ、やばい、電車来ちゃう。あれに乗らないとね。すげえすげえ、並走してる、かっこよーい。いや、こんなしてる、こんなことしてる場合じゃない。結局ここにもねえじゃねえか。ということで、やってきた電車に乗って次は明石駅を目指します。朝霧駅には残念ながらありませんでした。お疲れ様です。残念ながらここのクリコにもないよね。ここのクリコにもないよ。一応ここには水入りは一つあるんだ。ということで、一つ目の水入り確認できました。JR 明石駅の2番線、1番線ホーム。ここから少し東側、明石型の自販機のところに一番下の段、水入りがちゃんと置いてあります。実物じゃなくてちゃんとこう紙になってるのがね、130円だそうです。ということで、他の水入りもあるはずなんで多分探していきましょう。中のところにこの小さい自販機、ホームの下のところには自販機はないようです。見たところこっち側に自販機はないので、向こう側に行くしかないんだろうな。残念ながら階段を上がった上にある内側にあるところにもありませんでした。電車は来ますが、水利は、おお、貨物だ。いや、貨物は今取らなくていいんだよね。あっち側の自販機には水利は、ありました。こっちはあるかな。うん、こっち側は全然ないな。うん、残念ながら、あ、お、ここにちゃんと水入りがあります。ということで、水入り2台目確認できました。どうやら各ホーム東側にあるようです。なので各ホームの東側に行くといいそうですね。明石駅の自販機東側は新快速ホーム、そして快速普通ホームともに東側に、1台ありましたので、水入りをお買い求めのお客様は明石駅来てください。さて、次なる目標は西明石です。西明石行きましょう。朝霧から明石、西明石と見てきましたが、今のところ2台分ありました。ああ、3分遅れちゃってる、残念です。次とりあえず西明石に行ければいいので、2人に乗っていきます。次は西明石です。朝霧は0本、朝霧は0台、明石が2台ですね。西明石、それで西明石、大久保、魚住、土山、あとの4つ明石市内の駅が水入りがあるのかということですが、これで水入り明石の普及率を、測っていきます。この電車で次は西明石まで行きます。西明石行き、了解です。発車いたします。島の乗りご注意ください。扉を閉めます。
方向、前より階段をご利用ください。ご乗車ありがとうございました。終点西山市です。降りお乗り換えのお客様、傘などお忘れ物にならないように。今から1、2番ホームから順番に見ていきましょう。ここは JR 西明石駅です。さて、水ゼリーの普及率を測るべく見ていきましょう。こちら側にはないのか、ということはこっち側見るしかない。自販機の場所というのを完全に把握できてるわけじゃないので、わからないんですよね、どこに自販機があるかっていうのが。お、あんなとこに自販機があると。残念、セブンティーアイスでした。いや、こっち側にたくさん自販機がある。なんと明石駅から一駅、西側西明石駅の準備中だけど、水ゼリーは一応あるようです。多くの人が買ったんでしょうか。もう一台目、ここにはない。さすがに同じホームに行くとも水ゼリーは置かないでしょうけど、今のところは水ゼリーが1本のみでしたね。ですからあれは1とカウントします。こっち側にはもう自販機がない。すごい、メイリさんがめめめめ泣いてますね。おー、来た。あー、水が僕の額に飛んできました。ここすげえ怖えな。ここは本当危ないです。ということで3、4番ホーム見ていきましょう。なんと上に来たら上にもありましたね。ここは売ってます、水ゼリーが2本分クリコ。これはコカ・コーラか。やっぱりやめましょう。自販機1台に、水ゼリーがあるかどうかでそれで判断しましょう。まあ探してもよかったんだけど、水ゼリーがね、やっぱ2つある自販機と他の自販機で買えるとなると、いや計算がまたややこしいと思うので、水ゼリーの自販機があるかどうかそれで判断します。見た自販機の中からね。新快速が走っていきますが、さて、あそこに自販機があります。このクリコにはちゃんと水ゼリーがあるのかどうか確かめていきたいところでございますが、1台目明治のなんかあれです。2台目天然水。水ゼリーがない。残念ながらこのホームにはないようです。あっち側にはあったんだよね、確か。準備中だったけど、やっぱ西明石の方が台数的にはちょっと今のところ多い、リードしているところです。奥側には水入りの自販機自体がないってことを最初に確認したので、次は5番線6番線です。ここにも水入りはなかった。向こう側には残念ながらなかったね。あれが水入りの自販機自体が、水入りがあるかどうかとはどうでもいいとして、残念ながら5番6番ホームには水入りというより自販機自体がなさそうです。やばい。水ゼリーがなくて怒っているんですが、321系電車も水ゼリーがなくて怒っています。残念ながら5番6番乗り場には自動販売機すらなかったです。西明石を後にして次は大久保に行きます。やっぱり雨の日は加速がゆっくりということで、大久保駅見ていきましょう。大久保駅に水入りはさてあるのか。ちょっとこう雨がすごいからね、傘さしてもいいんだけど、傘をさすとまた畳むときに水の周りに撒き散らすことになるから。こっちはアイスか。向こう側にもジャンキーあるぞ。少し見てみるか。お、水入りがあったぞ。ここは大久保駅のホームの上ですね。頂上駅舎の駅の上の部分にしっかりとその水ゼリーの姿はありました。もちろん準備中なんかではありません。こんな感じでございます。じゃあ下降りていきましょうか。おお、なんかすごい鳴ってんぞ。新快速が通過したようですが、
こにもありませんでした。残念。仕方ない、向こう側の方も行くしかないか。あー、こっち側に自販機ないのか、残念だな。残念、この辺にはないよ。やっぱ新幹線が間近で通過するのが怖すぎる。結局このホームに自販機はなかったので、ミズリーはこの駅、このちょうど上にあるところの自販機1個のみでしたね。ではもう次の電車乗って次、大久保の次は大住です。大住駅へ行きましょう。もう半分をね切ったので、大住、そして赤崎一番西の端の駅の土山駅を見てから終わりにします。いや、自販機に水入りがないあるかっていうのはもう分からないので、ね、これの情報を聞くために皆さんにまた、水入りをね買っていただけたらなと思うんですが、水入り本当にうまいんで、僕は水入り主義者なので、もう水入りのことを愛してやまない人なので、皆さんも水入り飲んでみたらなと思います。ここで大久保駅は終わりです。大津駅2番乗り場ですが、ここに一つだけ自販機がですが、残念ながらありませんでした。これだけ1番ホームに行こうと思います。これは上り方面ですね。上り方面のホームにあるかどうか。なんだろう、節電なんだろう。ここめっちゃ暗い。お化け屋敷みたいな見た目になってるな。すごい暗いです。足元があんまり見えないので危険ですよね。ここおそらく節電かなんか、それか切れてるかどうかわかんないですけど、一番ホームのこっち側のところには自販機が2台あって、やっとここに水入りがあったんだ。うわぁ、ゴーズメイクで水入りが来ちゃいましたよ。ということで、魚住駅のあちら側のホーム、2番乗り場にはありませんでしたが、1番乗り場の自販機2つのうち1つが水入りが販売されておりました。ということでね、また1番乗り場に戻りましょう。あ、2番乗り場でした、すいません。向こう側に水入りが1台ありました。朝日にはありませんでしたが、朝日の次、明石からですね。明石、西明石、そして大久保、魚住には水入りが最低でも1つはありました。次は土山駅です。土山駅は、加古川かな、じゃあ播磨町と播磨町と明石市の間にあるんで、おそらくあってもおかしくないかなと思っております。新快速早いな。すげえ水しぶきが邪魔なぐらい走っております。普通に動画回してなかったんですけど、いやですね、ヤフー現在、ヤフーさんから来ました。北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものを発射。防衛省から北朝鮮からミサイルが発射された、飛翔体の可能性、飛翔体にはミサイルの可能性があるものを発射したよっていうのを来たんですけど、ここでね、そんなこと言わないでほしい。言われたってね、どうしようもないんだから。ねえ、低速通過じゃん。今度はこれに乗って今回の最終の目的地である、何駅でしたっけ、土山です。そう、土山駅へ向かいます。来てくれたのは225系の100番台。
この電車はここで一旦停車し、新快速の通過待ちを行うということで、ここでしばらく停車します。中線に入りました。ということで、水入りがあるのかどうかを確認していきましょう。ここの自販機では残念ながらなかったようです。そうじゃなくてもっと向こうが行ったらいいのかな、おそらくだけど。このホームにはちょっと売ってないみたいですけど、上りホームには売っているっていう傾向が多いので、それを踏まえればいいと思います。さっさてこちらの自販機なので、向こうの自販機をちょっと見てみようと思います。こちらの駅の上りホームの一番東側にある自販機には水入りは売ってません。残念。いやあと1台にかけるしかない。さっきね、ちらっと見えたんですよ、自販機がたくさんあるのが。もうそれにかけるしかないっす。言うほどの。さて、水入りはあるのか。天然水いろはす。まさかのありませんでした。はあ、マジか。自販機1、2、3、4、5台、5台中1台もないのか。ひどいな。最後にあれだけ見送って帰りたいと思います。ということで、答え合わせにはなりますが、水入りはですね、土山朝霧を除く明石市内全ての駅にあるということが分かりましたので、土山朝霧明石市の端と端ですねの駅を使わない方はですね、ぜひその内側のね、場所の最寄り駅という方とか、ぜひともこの水入り飲んでいただきたいので、絶対飲んでくださいね。あ、先生、絶対というとね、なんか語弊があるので、なるべく飲むようにしましょう。本当に美味しいです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。今回は水ゼリーをね、探す旅ということで、明石市内の水ゼリーを探していきました。ご視聴ありがとうございました。では皆さん、また他の動画でお会いしましょう。さようなら。ね、バガビのことしてたんですね。あの、皆さん、このでっかいのやつ飲んだことあります？この水ゼリー、これね、買ってきちゃいましたよ。しかもね、3本ぐらい買ってきたんだよね、こんないっぱい。鉄フリッシュとコラボ。水ゼリーがあるぞ。うわー、いや、これは来たな。ついに関西、僕の近くの大津駅にも水ゼリーができました。本当に嬉しいです。うわー、水ゼリー、水ゼリー、水ゼリーください、水ゼリーください。みんなも飲んでみてね。